はい、草が古墳です。7世紀の後半やね。このら英文、これはという、なんだろうね、英文か宝墳、いや、宝墳やな、これ英文に見えるよね。ちょっと中に入ってみましょう。え、なんかあるかね。草墓古墳。ああ、目切ってあるね、木は。はい。中は石室あるんだけど、入れるのかね。どこあんのやろ、反対側か。おお、なかなか大きい古墳でございます。あら、あら、石室入れんのかい、これ。残念でございました。入れまへんのか、これ。草墓古墳。おお、あれ、入るとこないね。残念、入るとこありません。大きいんだけどね、どこだろう。石室が見当たりませんわ。これ畑でんのかよ、すんまへん。なかなかの大きさですけどね、入れないですよ、これ。ここじゃ。こんなところで歩いてきましたか。入られなかね。もうこれ行けるんじゃん。草加なんかうろうろしてんだけどね。石室が見られそうなんだけどね。どこあんだよ。一辺が30メーターぐらいの古墳でね、重さをしてんだけど。古民家やな。ああ、あそこなんかね。これはちょっと、これわかりませんね。民家の古料入っていくの。いやいや、これわからん。これわからんわ。草がこう、重さを、はい、ここから入れた。これ誰の墓かわかりますか。いや、被葬者は分かってない。分かってないです。ただ安倍一族の、はい、多分安倍の臨時のね、うん、安倍生命さんの。あったのではない。ああ、そうですか。いや、わしもいろいろ回っとるけど。あ、そうですか。誰かな。ここはすごい石棺も大きくて、あの阿弥の中すごいね、あれ石棺。ありがとうございます。すんまへん。どっちから行く、こっちから行くの。あ、見れるよ、これ。ほら、誰か分かったね。
17m と21m。 じゃあ標準いろんなやつ違うね。これ幅 1.9m、 船頭は長さ 8.2m、 高さ非常に高いんだよね。はい、中入れません。これ入ってみましょうか。失礼します。車で大変でした、ここまで。はい、うわー大きいねこれ。これ大きいわ。これ超、あ、石棺まで残ってるんだよこれ。すごいすごい、ありがとうございます。ああ石棺残ってて珍しいわ。この石棺は横の担ぐ、あの棒を担ぐのないんかこれ。ああ電気がないから真っ暗やなこれ。はい、失礼します。奥までね、あ、怖いねこれ。へえ、ちょっとみんな、これは大きい、この石棺は。はい、失礼します。真っ暗でね見えへんねんけど、はい、真っ暗でございます。これで石棺見えるかね。あは、はい、まあ一周回れるんやけどね。これだ、これすごい、やっぱり石使ってるね。荒々しい削ったとかね、削ったとか残ってますけど、これあの西高と比べたらね、ちょっとやっぱり狭いけどさ、そうやってすごいね、高さがないよね、ここね。はい、ありがとうございました。草がここ、いや大変でございました。ここに来るまでどれぐらい経ったのか、あの阿部の文殊院から歩いてね、15分ぐらいかかったか。はあ、この高さですからね、くる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 回るよね。こんな民家の横にあったとはこれね。はい、ありがとうございます。入れました。今日はね、阿部の文殊院の周りのね、古墳ちょっと回ってんだけど、いやー石室がすごいね、石棺まで残ってましたわ。はいはい、ありがとうございました。